こんにちは、クイズキュンです。今回は間違い探しの写真編を出題します。問題は全部で3問あります。制限時間は90秒ですよ。それでは早速始めましょう。1問目です。玄関の写真です。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、インターホンの位置が上にずれていました。二つ目は、ドアの窓の部分が消えていましたね。そして三つ目は、ここの柵が短くなっていました。三箇所見つけることができましたか？洗練されたおしゃれな玄関ですね。家に帰ってくるのが楽しみになりそうです。2問目です。くつろいでいるカンガルーの写真です。それでは3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、地面の穴が増えていました。二つ目は、カンガルーの耳が短くなっていましたね。そして三つ目は、後ろの木が増えていましたよ。気づきましたか？おじさんのような雰囲気をまとっているカンガルーですね。とても貫禄を感じます。カンガルーの袋は赤ちゃんを育てるのに必要なので、オスにはついていません。そして驚くことに、まだ出産をしたことがないメスのカンガルーにも
袋がありません。袋はいざ出産となった時に皮膚が変化してできるそうです。3問目です。洗面台の写真です。3箇所の間違いはどこにあるでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、鏡の中のドライフラワーが一つ増えていました。二つ目は、蛇口が伸びていましたね。そして三つ目は、スイッチの位置が変わっていました。三箇所見つけることができましたか。それではおまけの問題です。市場に並ぶしじみの写真です。3箇所の間違いを60秒で探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか。コメントや高評価、チャンネル登録で応援もよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。